はい、はいはい、さて皆さん、はい、SR ターボ何やかんやで、はい、形できて何やかんやちまちま、はい、直してくれて、そうですね、あれ、うん、やっぱちゃんとブーストかかるんで、うん、サージタンク爆発したんですよ。爆発、まあ日々、うん、クラッカー入ったりとかして、ペコ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 なって、うん、なので、うん、で補強したんですよ、うん、そしたら調子よくて、うん、だからサージタンクはもうあれちょっと圧力に耐える構造にせんとダメですわ、うん、あめっちゃ圧かかりますわ、うん、はい、でもテストできる段階ですね、うん、まああとちょっと O2 の濃度を別のセンサーつけて測りたいんですけど、うん、それなんかして今ほんまにどうなっとんかを見たかったんですね、うん、確かそうそう、まあ補足しておくと、うん、O2 センサーって純正のバイクに積まれてるやつは、うん、ほぼ濃いか薄いかのオンオフしかないんですよ、うん、あれなんていうのナローバンドって言ったどっちですかね、あそうそうナローバンドかな、うんうん、なんでオンとオフみたいな感じなんですよ、うん、でなんかセッティングするときにつける O2 センサーは、うん、リニアに薄かったら電圧低いしでこう、うん、O2 の喉に応じて出力電圧が変わるんですよ、うん、はいはい、だから今はだから純正のやつしかついてない、はいはい、それはまあ普通にコンピューター入っとるだけなんで、うん、そのセッティング用の O2 センサーつけて、うんうん、リニアに特性が出るやつね、うん、つけてちゃんと濃い薄いをみたいなセッティングに詰めてから、うん、試走したいんですけど、うんうん、とは言いながらも、はい、やっぱちょっと走らせてみたいな、うん、あめっちゃ楽しいよほんまにおーって言って、うん、行こうか、うん、見てプルルルルルルちょっと待って調子が出へんね、うんうん、シッ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 あそうそうそれね、うん、ちゃんとなるもんね、うん、シューって音が入ってるんですよ成分に、うんうんうん、タービンの周りキューンって音が、うん、シューンって言って、うんうん、シューっていう音が入って、うん、次ウエストゲートが開いてウーって言って、うん、でアクセル戻してシフトアップするとピルルルって言うんですよ、あ、はいはい、やってみてもらえますかなんかちょっとな、ちょっと待って、俺恥じらいがあって無理やわ、こんなん絶対無理、絶対無理、うん。ベベ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 、そのことやったっけ？全然違う、車やんけ。あれやねん、通じやん。まあまあ、うん。いやいやいや、もう話進まんがな。似とるっちゃ似とるんやけどね。お木川さんうまいよね。うまいね。うまい。さすが。さすが。まあまあ。で、あの人バイスの、うん、万力のフライスの、うん、ちゃうわ。何やねん。NC のジャバラあるじゃないですか。うん、メタルジャバラ、はいはい、カチャカチャってやつ、はい。あれの音うまかったよ。それ伝わりにくいやつ。まあまあ。で、でザリガニのお背中みたいなやつ、おっぽみたいなやつ。あれね、うん。でですね、はい、すみません。いやいやいや、はい、結局、あれです乗りたいな、そろそろ。乗りたいですね。なので、もう冬始まっちゃうんですよ。うん、冬はもうすぐ。てか、冬急になりましたよ、うん。むちゃ寒くなったんですよ、うん。で、やっぱ我々も、ちょっと、ええ加減、遠出したいとか、うん、まあそうや、ね、テストしたい。うん、テスト兼ねて、うんツーリングスポットとか行きたいそう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 なんですよね結局そう軽トラバーが乗ってるんでうん、うん、軽トラやね、うん、やっぱバイク乗りたいよね乗りたいです乗りたいですほんまに楽しいですよ、うん、で我々の会社は基本葛西兵庫県葛西市ですよです、ねうん、で兵庫県葛西市から行けるまあ、有名スポット、ね、はい今京都に住んでますけど今京都なんで、はいまあ、京都の、まあ、そうですねちょっといいところ、うん、で高速がめっちゃ不安やけどな。まあそれはもう後ろからちょっとトランポでついていくしかない、ね。行くしかないですね。寒いから結局途中乗りたくなくて積んで帰る。寒いから嫌やってなるかもしれないし。けどドカパンありますからね。うん、ワークマンのドカパン俺買いましたから。ドカパンよりもあれがあるじゃないですか。電熱パンツがある。パンツが、うんうん、もうあれめっちゃいい。あれとドカパン合わさるとき。あれピチピチすぎて。うんなんかね俺ダウンみたいなやつが良かったんですよ、うん、ダウンのズボン版みたいな、うん、でもあれ買うてみたら、うん、ピチピチでスパッツみたいなやつだったんですよ、うん、あはいはいはいそうですね
だから見た目、うん、デュークサライエみたいなの言ってまうんですよ。いやちゃんと上履いたらいいやそっからサライエそのまま行く必要ないやん、まあまあ、でもあれね、うん、あれで長時間バイク乗ったら金玉片っぽ壊死しますよ絶対に。それはでもあれじゃん、血流が滞ってそれは確かにそうなるかもしれん、うん、その可能性は秘めとる。あれちょっとあの辺がね、うん、こうピッて、うん、まあそこはもう最悪切ったらいいんちゃう、チンチンじゃなくて破っとく破ってちゃう袋みたいなのつけとく、うん、カップリングつけとく、カップつけとく、カップつけとく、うん、多分そのドン・キホーテとか言ったら売っとんじゃん知らんけど、はい、まあそんで、はい、で見なこと分かるって進みませんで、まあ、まあ今京都に持ってきたとして、はい、どこ行くか、はい、今から紅葉綺麗なんですよね。あそうですね、紅葉がすごい綺麗、はい、で、まあ、我々正直京都来たけど、はい、京都のこと何にも知らないんですね。で、いやでもそんなもんですよ単身赴任って。まあまあにしても、うん、いろいろ行きましたけど、うん、単身赴任でそこの場所を詳しく知ったことは一回もないいやまあだとして、うん、まあどっかにどこでも京都はいっぱい行くとこありますよ、うん、行くとこはあるんで、もう有名スポットだらけじゃないですか、うん、なのでどっかにまあパーッと行って、え、じゃあ知ってるとこ言いましょうかお互い、うん、行きましょうか。俺の方が知識、でも城さん京都住んどったじゃないですか、ね、いやでも俺全然南の方なんで全然関係ないです、うん、俺知ってるとこ高尾パークウェイ、うん、あはいはい、もう高尾パークウェイ言おうと思った言おうと思った、飲みかな、ライコランド、ライコランドグリーンティーあ SR ショップ、ああ滋賀まで行ったらメタセコイアとかあるね、あそうあのショップ、うん、知らんすよ、いやメタセコイアってあるじゃないですか、あのなんか何やったっけ、セコイアやったっけ、メタセコイアやったっけ、なんかすごい木、あ木が、そうショップの名前じゃなくて、ちゃうちゃうちゃう、ツーリングスポットですよ、あライコランドから紹介して、ね、でも俺琵琶湖一周とかしたけど、うん、琵琶湖一周は結構楽しいで、うん、あの北の方は、うん、まあ、なんかだだ広い道やから楽しいで、うん、そうですね、俺ランナーを打っとったけどななんでやねん、ストレートランナー、うん、うん、打っとったなで俺なんか4ドン給油かなんかで4ドンかなと思って、うん、って振り返ったらランナー歌っとったな、うん、歌っとだけかいやまあ、うん、行ったわおだって、うん、いやでもさっきの話ちょっとごめんね、もう少ないだから俺高尾パークウェイか琵琶湖しかないってことだよ、うん、俺いや 俺もでもいや似たような感じなんやけど、うん、まあ、京都町なんで、うん、例えばあの普通の二条城とか、うん、まあ、観光スポットですよ、あと嵐山あるじゃないですか、うん、嵐山をあの辺もすごい綺麗で、清水寺とかもあるんで、清水寺はまあ反対側ですね今度、で分かれへんけど、うん、言うと知っとるとこ言うと、あとバイク入れるかどうか分かれへんねんな、高野山やったっけ、あの比叡山、比叡山、高野山はだいぶ奈良や、うん、これ入れんのかな、こここけたかな高野山ってあそうなの、うん、比叡山ドライブ、これ走れんのかな、うん、バイクいけるのかな、ちょっとまあよう分からへんけど、あのドライブウェイって言って、そう金払って入る感じ、そう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 、あ高尾パークウェイみたいな、そう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 、そんな感じ、そんな感じ、あいいっすね、でここバイク上がれるんかな、うん、あバイク原付は通られへんけど、ズームあかんよ、うん、それ以上のバイクであれば1680円で比叡山全部を攻略できます、1680円もするん、え500円とかじゃなくてうん、まあでもそんだけ値打ちがあんねやろな、まあ、観光地なんでね、あ長いんか、あ非常に長いですね、全線長っ、あめっちゃ長いやん、あ長琵琶湖展望台とかあんでなあ、うん、奥比叡山ドライブウェイってこれまた別なんかな、うん、で最後最後大ごとに出てくるという、うん、大ごとの辺から入ってずっと延暦寺が、あほなそのまんま行って琵琶湖大橋渡って外回りで帰ってきたらええんじゃん、うんうん、あそうですね、うん、原付通行不可ですけど、うん俺のズーマーが通れないという、いや KSR 貸さるわ、不安だらけやけどいや、うん、うん、モンキーあんで、あ、モンキーあかんわ、モンキー50やわ、うん、そうっすか、いやまあ、あでもあと高尾パークウェイですね、うん、なんか、それなんか結構イベントとかやっとったで、あそうなんですか、うん、あのなんか旧車のイベントとかを、うんうんうん、その上の一番上のなんか駐車場みたいなところでやってましたよ。あこれあれなんや、あ高尾パークウェイずっと行ったら最終的に出てくるのが、うん、あのどこやここ、あ
あ、清滝トンネルってあれやん、あの超心霊スポットって言われてる感だけど。ああ、なるほど、この辺、うん、あ、いいじゃないですか、この辺、愛宕山のね、あの麓の辺ですね、うん、あの登山口のあたりです。ああ、行きましょうか。見えてくるみたいな。愛宕、あ、うん、この愛宕山ってすごい、うん、あのオフロードのエンデューロ絡みの人らも結構好きなところで、わり、うん、かしこの辺バイク多いんですよ、うん、いろんな。いやでも SR2 台目作ろうかほな。タービン3つあんねん家に。あ、いろんなタービンで、うん、いや2つか、うん、え、あの中華タービンともう1個タービン買うたやろ、うん、あ、なんか買うてたね、うん、ドロドロのタービン、うん、もう触る気もせえへんぐらいドロドロで送られてきたら。うん、あれでもオーバーホール出した方がいいかな、うん、あのタービンでリビルトあるじゃないですか、はいはいはい、2万ぐらいで、はい、純正のやつになって帰ってくるっていう、うんうん、あれなんかタービン IHI 自体がやっとんな、うん、もう1台作る？ターボ、うん、いやどうでも全然いいですよ。なんて SR がないで、でもSR、 まあまあそうですね。ほなら、うん、あの高尾パークウェイ行く場合は、うん、高尾パークウェイ行って、うん、なんかご飯食べて帰ってくるみたいな感じですか。あ、いいですね。どっかそういうのなんかちょっと教えてほしいですね、うん、あのなぜそれ以外にもこんなとこあるでっていうのがあったらすごい嬉しいですね、うん、我々言うてそんな知らないんで。知らんですね。なんか俺琵琶湖はなんかハンバーガー屋さんみたいなとこ行ったで。あ、行った行った、俺も行ったよ。あ、行った、あ、しのぶも行ったんか、ね、うん、行った行った行った、うん、なんか行った、あれ何で行ったか忘れたけど行った。そうやね、うん、俺KSR しかなかったから、ね、KSR ちゃうかな俺。バイクやったっけそもそも。まあなぜ行きました、ね、行きましたね。でもなんかあれやで、厚着していった記憶あるで。まああとは奈良方面に走ってもいいけど、何もないんか、うん、そうですね。奈良方面、うん、奈良方面といえばやっぱりあの、まあ、奈良も結構いろいろありますけど、うん、もう鹿公園、奈良公園ですね、普通に奈良公園とかね。あの、あ、西角痛いな。あ、天理ですか。うん、長らく食ってないんですよ。あ、姫路の辺おったら食わへんでしょ。食わないですね。大阪住んどった時はなんかちょっと小一時間で行けとったから、うん、行こやーとかって言って金曜の晩とか行く感じじゃないですか、うん、最近増えたけどね、だいぶね、西下、うん、けど俺知らんねん、西下の路面店に俺行ったことないんですよ、うん、あ、姫路とかもあんのかな。いや、ないと思う。神戸とかやったらあるん、天はあるよね、うん、うん、あるある、うん、これな、天理の、うん、あ、屋台で食いたいな。うん、うん、あれ西下やったっけな、天理のスタミナラーメン。あれでも夜だけやろ。あれ、そうそうそう、夜だけやろ。大桑かなんかの駐車場やったよね、うん、そう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 、今もやっとんねんな。あんま知らんねんけど。おも、知らんもん。うん、あんで、あのジャンクが、これ全然あのツーリングスポットかどうかはよう分かんないですけど、うん、ジャンクっていうお店が昔奈良にありまして。うん、ありましたね。いや、奈良なの、あれ奈良です。奈良か、ミヨの、うん、奈良のミヨですね。うん、ありまして、あれ京都か、京都やったような気がするけどな。あれ分からん、もう忘れてもらった。奈良通っては行きよった、うん、うん、ね、花道路ガーッて行って、花道路を越えて、うん、ずっとまっすぐ行って、うん、なんかちょっと曲がって何したらいいけど、うん、まあよう行きよったで、あれ、うん、で、あれが、あれが今あのどこやったっけな、なんか復活して、うん、さ、長らく閉めとったよね。そうそう、で全然違うところで、あの奈良のあれこそ奈良の生駒やったっけな、あの辺どっかにできたみたいで、うん、ジャンク行くほなか、ジャンク行って、その、うん、その日の晩に西角って帰ってくる、うん、死ぬで。今地図見たけどむっちゃ遠いで。奈良市遠、うん、いや、まあそうやな。まあでも、あ、そうやな、うん、高速乗ったら行けっけよな。高速、あの一応本気出したら1日400キロぐらい走りっけどね。まあまあ走れるけど、まあまあ、それでもそこまでやる必要ないけど、うん、まあまあ、もう大人なんで。まあ一応テストも兼ねてるんでね、いろいろ、まあまあ見ながら走るとなると一番、まあまあ、うん、そうですよね、うん、でも本場の近場から始めたいですよね、うん、高尾行くもだんだん確かめていきたい。そうそうそう、うん、近場から行ってみたいな、うん、京都御所とか。そうやね、俺なんかちょっと何日間かで名所巡りみたいなのしたいな、うん、テストで。ああ、うん、いいですね。京都やったら例えば高尾さんとか、うん、そうそう、だからライコランドをずっと巡っていくでもええし、うん、あ、うん、いや、ほんまちょっと教えてほしいんですよ。京都の、京都、滋賀、まあ、兵庫もかな、うん、あと奈良で、まあそんなに遠くない距離で、うん、あのバイクめっちゃ集まってますよ、あそこみたいな。ああ、そうやね。ほんであのあれ行かなあかんや、ハリテラス。いや、ハリテラスはもう有名、もう有名じゃないですか、うん、ただハリテラスこっから結構遠いんですよ。めっちゃ遠かったで、うん、結構遠いんですよ、うん、
行ったけど俺、うん、なんでまあ俺ら今京都市内なんて南の方なんで、うん、あの南っ子なんで、そうやね、どっちかっていうとあれ大阪の人が行くんかな、うん、あの大阪からやったらちょっと 1,2、うん、時間なんかな、ね、ええ、ね、距離なんかな、うんうん、まあ、京都で姫路神戸って言ったらもうドントダムか七曲がりしかないんじゃないですか。ああ。でやっぱ人口結構減るんで、うん、ここ行くと、うんうん、ちょっと小規模やね、集まる量も、うん、減るよ小規模やね、うん、六甲もまああれやけど六甲どっか集まるとこあんの、うん、T 字ガーチ植物公園前走り屋のスポットやな、うん、なんかあのなんかあれやったやん、なんかちょっとあの休憩所みたいなとこに、いやいや、あるある、あの上のとこにあるわ、うん、あの展望台のとこ、うん、あそこはまあバイクひきりなしあんまどっかにめっちゃ集まるみたいな感じないよね、うん、六甲ってなんか 4,5 人でおるみたいな感じやね、うん、最近どうなんやろな、なんかあんま攻めたりして怒られそうやしな、すぐにもう攻めへんで、そんなあ、そう、うん、あ、そうか、なんか攻めてそうなイメージよ、あー、その俺はせえへんけど、うん、走り屋おんのかな、まだ分からん、あれやったっけ、あのなんかドリフトするとかあったやん、ああ再びさんね、うん、ああ再びさんか、あれバイク禁止やけどね、あれ、うん、車すら入られる、あそこエグかったな昔逆の車線に思いっきりブレーキコーンついとったもんねそうそう、あの、うん、ドリフトとかやってやりましたね、うん、あんな認められへんな、あんな違法行為は、うん、もう昔はもう、うん、そういう意味でやりたいことやったな、死んだやつおると思うで多分、ああかもしれんね、ちゃぶなかったもん、うんうん、まあまあそんな感じでとりあえず、うん、じゃあまずどこ行く、まずこう持ってきたら、持ってきたらどこ行きますよ、琵琶湖、じゃあ琵琶湖で、うん、琵琶湖のどこに行きます、このパッと地図を今ちょっと京都とじゃ滋賀の方に移動して、うん、あのパッと見たところ琵琶湖大橋、うん、そのノスってヤスって読むんかいな、どこどこ、あ、ヤスですよ、これ新快速ヤス行き、うん、ヤス行きのあのここまで行くねんな、あの有名なヤスですよ、うん、一回も見たことないよヤスの駅をどこ行く、一回やめとくか、ここまで来てそれ、いやまあええけど、いやいや、あ、でもあの貴船神、貴船神社のあたりとかこの辺もいいですよ、この山の北川、そう、貴船神社ってあるんですよ、京都を北にずっと登っていけばあるの、そうそうそう、あの我々今京都駅の辺でじゃないですか、うん、大体もうざっくり言うと、うん、俺でもあれ、まっすぐ上がっていって この辺ですよ、うん、やっぱ琵琶湖行きたいな、琵琶湖行ってこっちですよ、うん、琵琶湖はもう1号線ガーッと行ったら、うん、大体ヤスの辺なんか行ってみようか、行きます、なんかあるかな、ヤスってどこ、ちなみに右ですね、琵琶湖大橋渡ったところらへんですね、ああここね、うん、はいはい、その辺のちょっと田んぼみたいのよなこの辺田んぼ多いですね、うん、なんか えらいフラットらしいんですよ、うん、一丁五ターンあるらしいんですよ、一個の田んぼが、うん、見たいなと思って、うちらの田んぼとどないちゃうんか見たいっすよ、ここで、うん、田んぼが見たいってアホみたいな話やけどな、うん、あるやんっていう話やけど一区画一丁五ターンっていうのを見てみたい、ああなるほどね、うん、を見ながら走りたいね、あ、まあ、その辺ちょっとなんか琵琶湖近辺で田んぼを突っ切ってなんか飯屋があるとかあったら行きたいですね、うん、あ、なんかもし教えてくれたらすごい嬉しいです、うん、あ、ちなみにピエリ森山って行ったことあります、行ったことある、なんか船で行けたりするね、すごい、まあそんなとこもあります、はい、ということで、じゃあ第1回どこに行くか、琵琶湖ですね、琵琶湖の、琵琶湖一周する、一周はなしんどい、こんだけあんね、え、というか時間帯どんぐらいに行くってこと、それも決まってないから、あの、ね、日曜日使うとか、いや、そんなでもいいですよ、それかもう仕事終わってから夜行く、ああそうでもいいですよ、別にそういうことなんですよ、うん、じゃあ琵琶湖大橋の辺を渡りつつ、うん、でもどこに行きますって方がおもろいな、ちゃんとこいつほんまにおるんかいやみたいな、嘘ちゃん、うん、みたいな、でも、ね、あのなんか出発する前にツイッターでつぶやいて、うん、ここ行きますみたいなしたいけども、まあ、うちら誰も注目せえへんやろうけど、うん、いやもうそれでも一人でももし来たらもう俺泣くで、うん、ちょっと SR ターボ乗せてあげてもいい、うん、泣くで、うん、バックタービンちょっとなるやろみたいな、ちょっと、うん、おこれ何、これ道の駅グリーンプラザ烏丸、どこかどうか知らんけど、そしてこういうの調べて、まあ行きましょう、はい、じゃあ
まあ、とりあえずバイク持ってくるとこから始めて、うん、どっか乗ってくるよね俺、うん、軽トラン積んで持ってこうかな。まあ、あの、うん、そこは任せますわ、うん、乗ってこようかな、うん、まあ、そうしましょうか。はい、ということで、あの、はい、まずはそういうことになりました。琵琶湖まず行きましょう。じゃあ琵琶湖方面、うん、琵琶湖大橋を渡ろうぜ。渡ろう、うん、原付通れんかったらどうしよう。まあいっか。いや、ダブル R 持ってきてくださいよ。ダブル R 今フォークオーバーホール中。ああ、もう買う皿っていう体で、うん、あれ100万すんね今こうだら高いわ。じゃあ、あの、うん、フォークを、ああフォーク、ああ4、5万じゃない多分ね。それじゃない、リッチマン中古で、中古で 4,5 万ですよ。リッチマン獅子城やったら買えるやろ。リッチマン獅子城は今、うん、家のローンじゃない方の側近の方でアップアップですよ今。あじゃあ金借りて金借りろと、うん、はい、まあまあまあそんなのがいろいろあるんで、じゃあまあそんな感じでまた告知していきましょう。はい、はい、ではでは、はい、はい。